吉秋シュート決まった、左足決まった、ヘディング縦差し込んで、ここは飯尾、飯尾竹を走らせるボール、つながりました、クロス上げる、ヘディング、ここから稲葉、このシュートは決まりました、秋田先制、小暮ですかね、そうですね、首位横浜相手に先制点に行ったのは秋田、サイドハーフの小暮選手が入ってきたと、まあ、クロスはキーパー出れないようなところにうまく流し込んだところと、この稲葉選手が攻撃参加ですよね、はい、そこから生まれた、まあ、小暮選手、非常に秋田としては価値のあるゴールになりましたね、はい、試合最終盤で先制点握ったのは秋田、小暮、秋田ではこれが初ゴールになります。さあワンタッチでうまく幅を使いながらの攻撃になります。速い大本、伊予派対大本です。3人目の動き、いやー綺麗な崩し、竹澤からワンタッチ、お見事、琉球仕上げたのはもちろんこの男、草野勇気、なんとなんと止まらない4戦連発、苦しい時に助けるのがストライカー、サイドで合わせるタッチの繊細さ素晴らしいですね、ここですね、シャープなターン、草野、右が空いている大本を使う、さあ大本、大本は仕掛けるかどうか、またぎ足技見せて左足クロスでヘディングきた、こぼれてバイシクル、追加点琉球、上原慎也がしっかりと決め切りました。最後は難しい体勢、バイシクルシュート、0対2琉球です。理想的な得点の取り方じゃないですかね、はい、ここしっかりでも草野選手が潰れてますからね、このセカンドボールの反応、いや難しい体勢よく決めましたね。かなりバックラインも高く上がっています、ハーフウェイラインまでアルビレックス新潟です。さあこれはグラウンダーです、ぴったりあった藤原から縦へのボール、松田かわしてやりやすい中に高木、吉明シュート決まった、新潟先制、27分です、高木吉明、続いて左足で、まあ、ファーストタッチもうまかったですし、はい、うん、これで今シーズン4ゴール目、あやっぱりまた下です ですね、はい、さあ後ろから入っていって、うまい、中で打ってシュートが谷口海斗、馬場がブロック、また持っていく、今度は堀米です。さあ松田かわしてシュートだー、決まった、新潟2点目、決めました松田伊太郎、いい状態で松田選手受けたので、ベルディの選手からすると少し慌てて出ていかざるを得ないようなシーンだったので、はい、キックフェイントが効きましたね。ここショートです、角度変えてきます、堀米から中、前を向いてシュートが入った、マイケルジェームズ3点目、新潟35分、これ松田選手入れましたね、本当ですね、まあ、最後マイケル選手もドフリーで空いてましたし、まあ、高見選手もねその前で空いてた、いや本当に中心で島田選手プレーしてますね。そうですね、はい、島田は17年長崎で J1 昇格経験も持っています。さあ新井です、カットインしてのシュートが決まった、左に移っていい仕事いきなりしました、新井瑞希今シーズン4ゴール目、カットインからのシュートでした、ありますからね。そうですね、やっぱりスピードに乗ってここを仕掛けられるとなかなか対応できませんし、はい、梶川はそこを見てます、谷口に当てて前の新井、さあ1対1の勝負、藤原との勝負、中に入ってカットインからクロスだ、バスケットアイロンだ、もう1点返しました、ベルディ、これで3対2バスケスパイロン、いやいやいや3試合連続ですよねこれ。そうですね、い
やっぱ新井選手がこう仕掛けて、まあ、あの選手が、ね、抜け出したことによって、まあ、マイケル選手外に引っ張り出して、はい、今すぐベルディが回収できているので、はい、後ろから深澤上がってきます。森田からバスケスバイロン、ちょっとディフェンスの前浮いた位置にあのがいます。ババ行ってそのあのが入ったバスケスバイロンだ、やりシュート同点、バスケスバイロン2点目、東京ベルディ0対3から追いつきました。ないので、はい、いかにファーストタッチが大事かっていうのがよくわかりますね。本当いろいろな意味で、まあ、カットインクロスワンツー、ですね、ファーストタッチはこれ両選手ともにかなりの運動量、うん、最後の最後まで見せています。さあ縦のボール中に入って矢村、矢村前は空いてるぞ、打ってく、入った矢村、新潟勝ち越し4対3、矢村今シーズン初ゴール、3点追いつかれた新潟ですが土壇場に来て勝ち越しました、4対3。コースに行きましたね、まあ、よく思い切って振りましたよ ね、 本当ですね。少しベルディの守備陣がプレッシャーが甘くなったところ逃さず、まあ、左足アウト回転少しかかったところでね、高際選手から逃げていくようなボールで左にマスト、右に展開、折り返して杉浦恭平、こぼれは決めた、最後は大石、劇的な展開、途中出場の大石竜平均衡を破る値千金のゴール、1対0をここ使うわけですよね。ここ良かったですね、ダイレでディフェンダー置いてったところ、最後シュートこぼれ球を大石、まあ、戻します、もう一度戻ってきて、こういう距離感は面白いですよね。マセクロス9ボール、もう一度エンドサイド、そのファーサイドへ持っていった、ヘディングで折り返す、キープ、シュートは富樫が決まった、仙台先制、リプレイです。まあ、ここの中島選手と遠藤選手の距離感というのが良かったのでここまで行けたという、あとはセカンドボール拾ってましたし、遠藤選手です、素晴らしいですよね、一番奥のところフリーを見てましたし、ここに富樫選手が詰めたんですけども、その後ですよね、まあ、キーパー富澤選手のこうシュート打った後に富澤選手の足が頭に当たったというような、まあ、ただここのボールに対してフリーで加藤勝、どっちがボールを収める仙台か、うん、木田からカルドーゾ、そして木田も向こうサイド流れて、その木田に渡った、シュートが打てるか、1人かわした、まだかわず、左足決まった、仙台ダメ押し2点目、素晴らしい時間帯で、まあ、自陣からスプリントをかけてパスもらいましたし、このカルドーゾ選手のパスが少し流れたんですよね、なのでまあ、非常に足にも来ていると思いますが、この右足で最初振り抜く こともできたと思うんですよね。ただより確実に右足で切り返しましたし、その後も左足で打たずに、藤田ワンツーで右サイド突破していく、折り返した、まだある、山田浩太浮かせて胸コントロール、チアゴ、チアゴ、ここねうまく半田選手が藤田選手のワンツーから取って、これ一旦こぼれるんですけど、はい、山田浩太選手ふわりと、あ、ここ冷静でしたね、胸コントロールを決めて左足振るかなと思ったんですけど、ここでワンクッションクッとこらえるんですよね。でこのスライディングを待って最後は、まあ、シュートを打つというよりもつま先でトンと、この切り返しですね。はい、間もなく目安の7分台になろうかというところ、ペレイラ、井上、中に入れていく、ヘディング、大分同点、
決めたのはペレイラ。最後の最後、ワンチャンスものにしました。いやシュートもうまいしクロスももう抜群ですよね。ここペレイラ選手自身でねサイドに1回流してもう1回中に入り直して、あここ小林選手かクロスね、最高のボールは入れましたね。まあ、一瞬ここ藤本選手とペレイラ選手を山崎選手が一人で見るような。鈴木はそのまま前線もうパワープレーのようなポジション取りです。千葉は後ろは熊谷とチャンミング、サウダーニャ降りてきました。高橋、ブラエ、福光、高木入れてきた、ブッシュ押し込んだ。交代投入の高橋一世、ついに均衡を破ったジェフユナイテッド千葉。93分までしっかり移動して、まあ、この高木のパスが高橋のところまで見えていったかちょっと分かんないですけれども、あそこの位置に入っていくことがやっぱ大事ですね。